大学令は、現内閣の高等教育拡張政策に基づき、官立の帝国大学に限られていた大学を、公立、私立の設置を認め、観光私立大学に適用される、日本の直霊。1918年12月6日に、交付、1919年4月1日に施行された。5カ条の御正門を経て、明治5年に発布された学生は8大学区を、 制定し、それらに設置する大学を定めた。翌1873年には7大学区に改正、学生による大学区分により、設置大学を選定した。フランスの学生に習ったもので、各大学区に中学校32校、各中学区に小学校210校を置き、国民改学を目指した。 教育水準の向上が求められた。しかし、1879年に教育令が発布されると、地方の実情を無視した画一的な学生は廃止される。アメリカの自由主義的制度を採用しようとするものの、地方での教育衰退が目立ち、翌1880年に改正。教育の国家基準を明確にし、中央集権化を強調した。 千八1883年第3次教育例で再び地方の負担源を図っている。学校例により義務教育の土台を固める中、明治政府は帝国大学を設置。他、残るものから徐々に管理化されていき、学生による大学校予備君は1899年の私立学校例にて枠組みが制定。千九百三年の専門学校令により、 高等教育機関の枠組みに法文化した。大学霊志向の1919 19年には1校、続いて1920年には10校が、大学霊による大学として設置された。以後も認可が行われ、官立の高等師範学校の研究科官公立の高等実業学校に、専門学校に、名称統一の専攻科のや、私立の専門学校が大学霊による大学となった。 大学令では、修行年限は3年と定められていた。第二次世界大戦後の1947年に、学校教育法の施行により、大学令は廃止されたが、学校教育法施行の際は、従前の規定による学校として、なお存続し、1949年に、旧制専門学校などを包括させて、新制大学が発足した後廃校となった。また、 学校教育法第98条第2項の規定により、医学専門学校を中心に、1950年まで大学令に基づく大学の設置が行われた。大学令の制定により、本令に、いらさる学校派直上規定に別段の定ある場合を、塾の外大学と、少子また派それの名称に大学たることを示せす壁、文字を、用売ることを S とされた。ただし不足。 第2項で本令志行の際、厳密大学と少子また派それの名称に大学たることを示せすべき、文字を要売る学校に、派等分のうち第21条の規定を適用、せストされたため、それまで法令上専門学校だった学校を中心に、名称に大学を含むものはそのままの名称を維持できた。これらの多くは大学令による大学となったが、 東京女子大学のように最後まで大学令による大学にならないものもあった。ありがとうございます。